岸田総理大臣は光ファイバーを2027年度末までに 99.9% の世帯で使えるよう必ず整備するよう指示しました。光ファイバーについて2027年度末までに世帯カバー率を 99.9% を必達目標とし、さらに必要とする全地域の整備を行います。28日に開かれた新しい資本主義実現会議で岸田総理はデジタル技術を活用して地域活性を目指すデジタル田園都市国家構想を実現するためにはインフラの整備が必要だと指摘しました。その上で光ファイバーに加え携帯電話事業者が整備を進める 5G も2030年度末までに人口の 99% を必ずカバーするよう指示しました。光ファイバーは佐賀や長崎など地域によってはカバー率が 95% を下回っていて 5G は 30% 台にとどまっています。